シーンで変える本だ。なのでこうニューバージョンの2016年の本だ。あの隠れ善一本田の原点と、はい、アッパうわっ、お互いのやりたいことは大体分かってるっていうのがやっぱ面白いポイントですよね、はい、ニーアンホンダカラジャンプ多いですからね。サモアでちゃんと落とすとは、うわっここで逃すか。狙い通りだったとは思うんですが、でもあそこでフラフラ掴んだところで、はい、最後先飛びにダブルサマー出されてしまう。あ、なるほど。あ、潰して難しいところですね。中盤おーサマー出す今タッチショーキック近距離にならなかったですね。あ、うまい連携。なるならないが決まってます。あー、いい対空からおー先読み対空を待っていく。まずはツノッピが一緒。さあ、対空の的を絞らせない飛び方、お注目なのか。あーっと、うまい垂直で避けて、おっと、あーうまい、すかしたはいいけど今の難しいところだったか。待つ、コアコアソニック、コアコアソニック連キャンで出せるようになるといろんなキャラでに対応できるようになりますね。おっ、駒から、おお、開幕気まずいっすね。開幕がそうなんですね。ガエル側がオカマ蹴りを何グレ歩いて出すか。あーで弱中強を全部できる。あっと、対空中対空を制したら死にかけている。ふがふがジャンプじゃキック、どうすんのこの後。あー、そういうね、はいはいはい。さあニーヤーが取り返す。いや完全に空対空読みの、そうですね、置いておきましたね。ボタンを押さないと負けてしまうので、はい、うまい。今ジャンプ強キックを潰されたので次は違う技を選ぶんではないでしょうか。おお、アッパアッパ、いきなり死にかけた。張り手、張り手食らってもなんかちゃんと冷静にリバされ通常技をピッと押してんのが、あ、でも、ね、どうなんすかね。やばい時もある、やばい時もあるんですよね。抜けて、あ、でもあれか、しゃがみで張り手を食らってれば、はい、ボタンを押してもサマーで100巻に対応できると。あ、なるほど、100巻の時があるのか。100巻だけ危ないんですね。頭突きは中足で止まってしまうんですよ。なるほど。あーっと、前に歩いてね今、はい、多分角さんがさっきいた距離でそのままアッパーを出したら、はい、あのジャンプ大パンか中パンかに潰されたと思うんですけど、はい、角さんが前に前に歩いて潜ってあアッパーを打ったことでまあ、潰せたと。あー、すかし、すかし、すかし。さあ、なんかこう一直線な対戦ではないですよ、二人とも、ね、変化球が、変化球が多い、混ざってますね。あー、どうなる、めくりはどっちか、わからないが、強キック、強キックですね、強キックか、強キック。あ、潰して裏からシューパーサマー出ない、大キック、ドラゴンスイープ対空がやっぱベストですね。大キックまだまだやるぞ、こだわっていく、まだまだこだわっていく、こだわりしゃがみ強キック。あれケツだとさすがに潰れる、怪しいんです、怪しい、うん、中キックだったら潰れるんです、強キックは怪しい、強キック怪しい。こだわり、こだわりしゃがみ強キックいいですね。今度は空対空を選択、おーっと飛んだ、下がって、さあ早出し今度はケツ最後まで取ってやる系ですね。おー、うまい、うまい、張り手、張り手、下がった、下がった、お前に飛ぶ、取り返したい、ここ、あーっと、まあ出す、まあしょうがないから、はい、今のは削られると思いますが、そんな感じでしたね。ちょっと遠かったら二度っと削りで終わってしまうので、なるほど、この辺は見た目が難しい、うまい、
圧力ありますね。前に歩くホンダ相打ちになる。全然頭突きためられないですもんね。さあガードホンダガード素晴らしい。ちゃんと安全重ねになってましたね。なるんすか。なるんじゃないんですか。あれ適当に言ったけど、あのね、あなんか戻り5フレなんですよ。あ、じゃあなんないかも。素直にいった。おー素直にいった。ここで 2-2 です。一進一退ですね。2-2 か。戻り5フレでサマーが 4?6?6 か。じゃあ当たるな。7か7か。うん、一応大丈夫っぽいですね。サマーそんな遅かったっす。遅いんですよ。そうか。あーだーバーンストレート。バーンストレートバイクはいろんな技を結構潰すんで。おーしっかり。これは表がきます。ガードしていった。食らってるのを確認して、あーっとあそこを気負らせるコンボにいけないんですよね。はあはあ。タチジャックパンからしゃがみジャックパン張り手まで行くんですけど、それとピヨンないんですよ、はい、ジャグで飛んでるから。おっと、しゃがみで食らってるとクスモンドランブダメっぽいっすか。近距離コパンは2回出ないです。あ、そうなんですか、はい、ジャグで飛んでも出ないです。なるほど。で最大はおつないだ。ジャンプ中で飛んで台足だと思うんですね。ほう、そっから先とうわ出していた。そっからめくり百貫がいけるんで。へぇサマーで落ちないやつですね。うまい、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 うまい。うわぁ、そっち追いちょったからのサマー。なんすかね、今おかまげに見えてましたけど。うわぁうまいな。ニアが逆に先行している。逆転した。今2、はい、2対3です。まあ、負けたラウンドですけど、散々執拗に大キックで飛び込んでおった時もありましたから、はい、そうですね。ああいうのがやっぱり餌巻きですよ。効いてくるな。はい、餌巻いてくと鯉みたいにパクパクしだすんで。しかし角さんもこっから、こっからサマお2位でうまい。いいね、完全対応。下がった分バックジャンプできるのが、はい、うわまあ、まあ厳しい、まあ厳しい。今の中足をつって何かをしに下がり戻りに踏み込み投げしか勝機がないと。おっ、前ジャンプしていった。ガード、まあ、いろいろやってくるぜこの2人。無理しないでガードもあるんですかね。だあ、ありますね。呼び合いの一環ですよ。裏剣さっきまで使ってなかったですけどね。うわ減った減った。すげえ減った今ダイキック。しゃがみ中キックをあれで刈り取ると、はい、次からソニックの読み合いになってくるんで、あおかま蹴りが当たりやすくなる。もしくはソニックに直接着感。なるほど。ガードでもいいんですよね。そこがほんの強みです。裏から、あー当たらなかった。からのダイキックピヨらない。ピヨってもおかしくない今のは。うわ踏まされた。ソニック詰める。ソニック打つ次にソニック。まあ前、前に取り戻した分またサーブしまった。サーバー玉プラからやっぱこれ五分ぐらいなんじゃないですか。わあ飛んでる。ぴったり飛んだ。角2本ニア4本 で, 飛んでるニアリーチ。これマジで5分ぐらいだと思うんですよ。いやーなんか大変そうですよこれは。ニアさんがこう散らしてくるとか、もうこの状況でも死ぬとかなるとやっぱり油断できないですよ ね, そうですね。さあしっかり食らって、開幕からソニック様をミスらないぐらいしかないんですよねガイル側は。まあそこをミスらせる圧力。そうですね。さあ兼ねたよ。おはまればこうなる。まあそうですね、はまればこうなる。
あーガードになって、ただこうソニック飛ばせて着地に攻撃ガードして次の読み合いっていうのもまだあるんで、そんな代わりは、うわー、一気に投げ返す、受け身が取れてない、しゃがみ中パンチ、あそこしゃがみ中パンいいんですよね、結構下段の技とは相打ちに、そうですね、で結構リーチが長いのと、あー、あー、おー、これは100巻だった、おー、一応、おー、死んだ、2対5でニア勝利となりました。